葵さんはここにはいないか。何かある気がする。カメラに何か映るかな。バトルは嫌だぞ。ただな、ギザモンな気がするんだよな。ギザモン、なんか違うな。あー、いや、間違えた。あの鍵は、またか、やっぱ。ね、はい、戦いますよ。出たもんだ。会は移動量上昇をミノルにかけて、ファルコモン頑張ってくれ。まだこれなの。猫上昇するやつ覚えてないんだあれ？なんかと勘違いしてんのか。よし、これでベタモンも揃った。いやー、なんせベタモンっていうか大体のデジモンが3パターンぐらい進化するので、ライブラリー見たら、この感じで3パターン、まあ3パターンから4パターンに増えるんだけども、さすがに4体集めるのはめんどくさいんで、
これも3パターンだね。何かある気がする。カメラに、カメラ使う場所多いな。断層こう手に入れた。ここは音楽室か。扉はダメだ、動かない。ボーナスが引っかかってるみたいだな。この糸僕の爪でも切れないよ。上ベトベトする。もし、あ、いや、どうだろう。オスこっちに持ってきてたら話変わったのか。うわ、オスこっちに使うのか、もしかして。いや、アルコールランプとどっちが重要だ。うわ、しまったな。アルコールランプこっちに使う。アルコールランプじゃないや、ミナルがいる。話しかけてみようかな。あれ、今のどうしたの、タクマ。気のせいかな、天井の方で何か。気のせいじゃないよこれ。確かに今僕も何か移動してる音が聞こえた。そこら中敵の通り向きがあるってことか。タクマ気をつけて、何かに乱れてる気がする。怖がらせないでくれよ。大丈夫、タクマを守るよ。それにしてもなんだこのクモの巣。足にベタベタくっついて気持ち悪いよ。しかもこのクモの巣やけに大きいし。クモの巣が大きいというより糸が太いのか。だからこんなベタベタに。太い人だと簡単にはちぎれそうにないよ。ああ、ただのクモの巣じゃないな、これって一体。ん、あれ。たくま、やばい。外に出る前が。なんだって。ダメだ、俺の力でも動かせない。これって誰かが俺たちを閉じ込めてるってことだよな。葵さんをさらった脇物の仕業か。きっそう、舐めやがって。葵さんをさらったみたいに。ああ、慎重に警戒しよう。ミノルもファルクももうやる気十分だな。この二人は大丈夫だろう。ひい、ミノルどうした、変な顔して。後ろ、な。階段のところに小さな子供がいたように見えたけど、すぐに消えた。ミノル落ち着け、もういなくなった。あれってまさか幽霊なのか。どうだろう、確かめてみるか。2階に消えていったな。あ、もう行こう。おう、リョウがいる。話しかけてみるか。なんであれ、なんなんだよ、畜生。キュー。リョウどうした、何があった。なんだか怖がってるみたいだな。う、幽霊だ、幽霊出やがった。ああ、僕も見た。でもまだ幽霊かどうかわかんないだろ。あんなの幽霊に決まってんだろ。あんな生きてる感じのしねえ女なんて。女、え、女、僕が見たのは男の子だったけど。嘘だろ、化け物だけじゃなくて幽霊もわんざかいんのかよ。ひぃ、キュ、何の音だ、綺麗だな。ピアノの音だ、音楽室からか。確かめに来たいけど、竜を気絶しちゃったな。置いてってもいい、大丈夫かな。キュー、竜のこともクネモンが見てくれるって。なら任せよう、音楽室に行ってみよう。どうやって行くの、アルコールランプか。
河合さんはここにはいないか。ラブラモンいなかった。いた。葵どこ、葵。泣き叫んでるみたいで、早く葵さんを見つけよう。ミナルなんというか騒がしいな、見てて危なっかしい。そうだな、そこがミナルのいいとこではあるんだけど、うむ、いつ襲われるかもしれん状況では標的にされかねないな。ミナルの安全は任せてくれ、俺が必ず守る。ああ、頼むよ。なんか嫌な気配がするような。ミナルもか、俺も感じるぞ。僕も感じる。ここ危ない。一緒に出よう。いや、もうちょっと様子を見てからにする。大丈夫だって。ファルコマンもいるし、やばそうならすぐに逃げるからさ。あ、ミノルのことは任せてくれ。そうか、危ないことだけはしないでくれよ。いや、危なっかしいからついときたい。あ、巣のところ行けなくなってる。この扉、蜘蛛の巣が多すぎる。とても開けられそうにないぞ。ピアノの音はこの中から聞こえてくる。誰かいるのは間違いないな。うん、どうしよう、アグモン。ごめん、ダクモ、僕の爪も聞かないみたい。そっか、うん。アルコラン、思い切って声かけてみるか。なあ、そこに誰かいるのか。いるなら返事をしてくれ。返事はない。それどころか物音一つしないな。中にいるのは一体、まさか本当にお化け。誰かいる気配はするんだけどな。とにかくここは入れそうにない。他の場所を探す。マジでダメなの？いや、手がかり消えた。あ、どうしよう。やっぱあれだったのか。扉を調べてみるか。感じる。この奥に葵がいるわ。本当か？間違いないわ。よ、私が葵の気配を間違えるはずないわ。どうやらこの中にいるのは間違いないようだ。待ってる葵さん、すぐ助ける。ダメだ、扉が開かない。鍵がかかってる感じがしないのに、蜘蛛の糸のせいか。どうする、たくま。どうしたらいいの。葵がすぐそばにいるっていうのに。葵は私が守らなきゃいけないのに。私はなんで。ラブラモン、そりゃ悔しいよな。大切な人が目の前にいても何もできないなんて。大丈夫だよラブラモン、みんなで力を合わせて絶対に助け出そう。でもどうやって、扉の向こうに行けないのに。敵だってここから出たりするだろうし、他の道とかないのかな。あ、そうよ、それきっとどこかに道があるはずだわ。私探してくる。ラブラも待って。わ、メールが来てる。どうして。携帯カメラぐらいしか使えないはずじゃ。文字化けして全然呼べない。たくま、どうした。あ、なんでもないよ。こんなメールで誰かと連絡取れるのかな。一応気にしておくか。あぐも、僕たちも探そう。おう、メールって何、メールって何、メールって何。
なんか量が一気に5まで上がってる。なんで？さっきの一言だけで5まで上がんの？あれ、奥から音がする。誰かいるのか。なんすか敵。あれは大丈夫、ラブラモンだ。タクマ、アグモン、ラブラモン、ここにいたのか。タクマ、ごめんなさい。手がかりが何かあればと思ったんだけど、何もない。落ち着いて、もう一度よく探してみよう。僕たちが諦めたら葵さんを助けられないよ。そうね。私、諦めない。他のところも探してみるわ。待って、ラブラモン。あの子は誰かしら。ラブラモン、どうしたの？あそこの廊下を子供が歩いてたの。それってさっきの幽霊か？この先は突き当たりだ。行ってみよう。先に行くわ。いただだ。怪我してるんだ。無理するな。僕たちだけで行こう。お願いね。私はここで待ってるわ。